楽器屋で使える思想フレーズやっていきます。5弦、4弦、3弦、2弦、最初2フレットで次5フレットのところ、次7フレットで、また5フレットのところ。こんにちは、ギター講師の栗原です。今日は楽器屋で使える思想フレーズやっていきます。まあ、思想フレーズといっても初心者の方ができるような簡単なコードを紹介していきます。楽器屋で思想するときって何弾けばいいのかわからないと思うんですよね。そんなときに今日の動画のコードを使っていただければと思います。さらに深く学びたい方は栗原オンライン道場というオンラインレッスンをやってますので、ぜひ詳細をご覧ください。それでは早速やってみましょう。今日はね、世界一簡単な綺麗なコード A アドナインズってやつをやってみたいと思います。見た目も覚えやすそうでしょ。真ん中だけ押さえるようなコードフォームですね。これは4弦の2フレット、私はね、中指で押さえてます。そして3弦の2フレットを薬指で押さえる。この2箇所を押さえるだけでいいんですよね。で、できれば6弦は鳴らしたくないので、親指で軽く6弦に当てる、もうちょんちょんちょんと6弦当てるだけでいいです。軽く6弦に触れるという感じですね。それでピックを使ってポロリンと鳴らします。これ好きなんですよね。まあもうこれだけいいですね、このコードね。こうやってポロリン、下から上もこれですね。いいですね。はい、これだけでもいいですよね。じゃあこのコードを使っていくつかパターンを紹介します。まずじゃあアルペジオっていうやつをやってみましょうか。アルペジオっていうのは弦を一本一本弾くような奏法ですね。このコードを押さえた状態で5弦から1本ずつ弾く。5弦、4弦、3弦、2弦、5、4、3、2弦、こういう感じ。うん、いいですね。5、4、3、2弾いてシャラーとか、うん、意外とね、 C コードとか G コードとかそういうコードって難しいんですよ。なのでこういう A アドナインズとか簡単で綺麗なやつ結構おすすめです。うん、めちゃくちゃいいですね。はい、じゃあ何やろうかな。パターンを変えるとか、5321とか、5321、4弦飛ばす、5321、5321引いてパロリンとか、こういうのも簡単ですよね。5321で、はい、じゃあベースライン変えてみるかな。5432って弾いたら、じゃあ親指、さっきはミュートって言って軽く当てておいた状態だと思うんですけど、あえて6弦の2フレットを押さえると、で6弦6432って弾くと、うん、最初は5432弾いてたんですよね。5432弾いてたんですけど、親指で押さえて6432弾く、そしてまた5432で親指で押さえて6432、こんな感じもいいですよね。でまたプロリンやっちゃうと、こんな感じでどうですかどうですかって聞くのもおかしいが、はい、もう一回やってみますよ。その A アドナインってやつを押さえて5432弾く、押さえる6432、そしてまた5432、5432引いて押さえる6432、押さえて、はい、ポロリンって感じでやってもらえればなと思います。次何でしょうか。あ、さっきの5321のパターンとかね、5321で今度押さえて6321とか、うん、5321押さえて6321、そしてちょっと今の雑だな、はい、雑な弾き方なんです。もう一回やっておくか。5321、押さえて6321で、また5321で6321弾いてシャランとやってください。で、あとはこのフォームのままずらして弾いていくっていう手法もあるんです。今2フレット2フレットだと思うんですけど、これを5フレット5フレットとかに持ってくる。そうすると、あ、なんだこれジャングルかなみたいなジャングル入っちゃったなみたいな響きになるんですね。
で、これをさらに7フレットに持ってくる。うん、まあこれもよくわかんない響きですけど、まあ不協和音ではないですね。2フレット、5フレット、7フレット。おう、っていう感じですね。うん。ちょっと面白い響きになるんですけど、まあ練習不要でできるんで、うん。ポロリーって鳴らすだけ。2フレット、2フレット、5フレット、5フレット、次7フレット、7フレット。はい、これで、あ、すいません、これくださいって言ったら、まあ、ちょっとできる人っぽくなれるという感じです。で、これをさっきやったアルペジオで弾くとかね、その5、4、3、2とかで移動させて、あ、こういうのいいですね。私こういうの好きです。で、また戻るとかね、で、また戻ってくる。最初2フレットで次5フレットのところ、次7フレットで、また5フレットのところ。今5、4、3、2弦だけしか弾いてないかな。5、4、3、2弦、これだけ。5、4、3、2弦で、また戻って5、4、3で、ポロリ。はい、こんな感じとかどうですかね。で、あとはまあさっきやった5、3、2、1のパターンとかね、5、3、2、1とか、あ、これもいいですね。これも5、3、2、1各コードで5、3、2、1系走ってるだけ。5、3、2、1。おお。これいいですね。これ使ってください。はい、こんな感じでいかがでしょうか。来月からオンライン道場の方で、楽器屋さんで使える思想フレーズ10選という動画を出します。トータルでね、40分、50分ぐらいの動画になっています。この動画全部タブとかついてて、結構難しそうなフレーズもあるんですけど、丁寧に解説しています。もちろん今日やったような初心者の方ができるフレーズもありますし、ある程度経験がある方も楽しめる動画になっています。動画の終わりにダイジェスト映像を流しますので、よろしければご覧いただければと思います。では今日もご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。いいねと高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。思想で使えるフレーズ10選というテーマでやっていきます。楽器店で思想するときに何のフレーズ弾いたらいいのかわからないことって結構多いと思うんですよね。恥ずかしいからとりあえず知ってるコードをジャラーンってやって終わりっていうことが多いと思うんですよ。かといって曲を弾くのもなんか恥ずかしい、そういうこともあると思います。で、やっぱり上手い人がやってるような単音を交えたようなフレーズ、ちょっとアドリブっぽいような感じの、こういったフレーズ、リズムにとらわれずにアドリブっぽく弾いてるっていうのが特徴かなと思います。もちろんリズムに乗ったフレーズもいいですし、そういったフレーズも今回いくつか用意しました。思想で使えるフレーズっていうテーマなんですけれども、うまく聞かせるニュアンスっていうのも細かく解説していきますので、弾くだけで上達するフレーズになっています。いつものように初心者の方でも分かるように丁寧に解説しますし、ある程度弾ける方のためにもちょっと理論的なことを挟んでいこうかなと思います。ではまずこのフレーズをやっていきましょう。このフレーズはコードとかないんですよね。で、コードを弾くよりもすごい簡単です。これはキー E のフレーズになります。ピックを使って弾いていきましょう。指板の低いところから高いところまで使うフレーズなので、できる人を演出できるフレーズになってます。このフレーズのいいところは指板をワイドに弾けるので、ギターに不具合があった場合気づける可能性があるということですね。まずピックで6弦を弾きます。これは簡単ですね。次は3弦の13フレット、私は薬指で押さえてます。そして1弦の12フレット、私は